喉なりて海原深くくくりたれば天をつかずやもろともにして、いざ勝負！マイル！ぶち上げ！
着衣侍。Oh!
Merci fürs Zuschauen und see you next time.鎧を仕立て直しましょうか。何を直しましょうか。また頼むぞ。道中どうかお気をつけ。
良い弓に勝る武具はございません。天下無双の弓ですよ。この弓で猛虎を懲らしめて。仏の他方があります。対馬に攻めてくる前、猛虎は内輪もみをしてた。ジン、こっちに来い。雅子殿、ご家族の仇について何か。形状の中に貞雄の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫が奴を村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、奴はクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。貞雄は悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に出立するぞ。